小姉妹女子ツアーの初優勝者はリン・グラントで6人目。多くのツアープロのコーチとして活躍している石井忍氏が、ここはすごいと思った選手やプレーを独自の視点で分析します。今回注目したのは、米女子ツアー、ダナオープンに出場した渋野日向子です。7月13から16日の期間、米国オハイオ州のハイランドメドーズ GC で米女子ツアー、ダナオープンが開催されました。優勝したのは、スウェーデン出身の24歳、リン・グラント選手。6打差リードで最終日を迎え、最終日に68をマークしてトータル21アンダーで2位に3打差で逃げ切り、米女子ツアー初勝利を挙げました。2021年にプロ転向したグラント選手は、渋野日向子選手や古江彩佳選手と同じく、22年シーズンが米女子ツアーのルーキーイヤーでした。しかし、コロナ禍の中、ワクチン接種を見送ったことで米国に入国できず、同年は欧州女子ツアーを主戦場にプレー。その間、欧州女子ツアーで4勝をマークしてポイントランキング1位に。また、日本で開催された昨シーズンの TOTO ジャパンクラシックでは3位に入る活躍を見せています。その後、今年の5月中旬に米国の入国制限が解除され、ようやく米国でプレーできるようになり、念願の初優勝を果たしました。今シーズンの米女子ツアーの初優勝者はこれで6人目。前週の全米オープンを制したアリセンコープスも初優勝でした。また、スウェーデン勢としては14人目の同ツアー優勝者となります。スウェーデン出身の女子プロゴルファーといえば、アニカ・ソレンスタム選手の名前がすぐに浮かびますが、昨シーズンのイスプスハンダワールド招待で優勝したマヤ・スターク選手もグラント選手と同じ1999年生まれ。新世代が続々と成長しています。数年前までは、米国と韓国の2強というイメージがあった米女子ツアーですが、最近はスウェーデンをはじめ、タイ、中国、そして日本勢が台頭し、これまで以上に見応えのあるツアーになっています。胸の前で両手を合わせ、前傾姿勢をとって胸を回す。さて、そんな日本勢は渋野日向子選手、野村春京選手、上原彩子選手の3人がダナオープンに出場。残念ながら全員が予選落ちでしたが、渋野日向子選手がショットの前後に興味深い仕草をしていたので紹介したいと思います。その動作とは、胸の前で両手を合わせて前傾姿勢をとり、胸を回す動きです。クラブは手で握るため、どうしても手先に頼ってスイングしたくなります。しかし、背中や胸など、大きなパーツ、鈍感なパーツを意識することで、再現性が上がり、ショットの精度が高くなります。渋野日向子選手は日米ツアー通じて5試合連続の予選落ちとなってしまいましたが、プレー後のインタビューで、パッティングは入らなかったが、ショットは良かったと思う、というコメントを残しています。実際、予選ラウンドを見ていてショットのクオリティは上がってきているように感じました。米女子ツアーは、7月27日からアムンディ・エビアン選手権、8月3日から古江選手がディフェンディングチャンピオンのトラストゴルフスコットランド女子オープン、8月10日から渋野日向子選手が歴代チャンピオンに名を連ねる AIG 女子オープンと続きます。渋野日向子選手はもちろん、他の日本勢の活躍にも期待したいですね。渋野日向子、1998年生まれ、岡山県出身。2019年の AIG 全英女子オープンでメジャー初制覇。同年は国内ツアーでも4勝をマークし、賞金ランキング2位と躍進した。2020から21シーズンは、スタンレーレディスゴルフトーナメントと樋口久子三菱電機レディスゴルフトーナメントで勝利。22年からは米ツアーを主戦場に戦っている。国内ツアー通算6勝、サントリー所属。解説、石井忍、1974年生まれ、千葉県出身、日本大学ゴルフ部を経て1998年プロ転向。その後、コーチとして手腕を発揮し、多くの男女ツアープロを指導、エースゴルフクラブを主催し、アマチュアにもレッスンを行う。